FJ-1 ューリー FJ-1 ューリーは、ノースアメリカン社が開発したアメリカ海軍初の作戦用ジェット戦闘機の一つ。社内故障は、試作機がな1 3 4な1 3 5生産型がな1 4 1ノースアメリカン FJ は各型とも、フューリーと呼ばれるが、FJ-2 以降は、アメリカ空軍の海86の、 海軍使用機なので、海 -86 の項で説明することとし、本項では FJ-1 のみ扱う。XFJ-1 は1944年に、マクダネル海図 D、ボート海 6U と共に設計指示が出された。フューリーは直線翼と前輪式着陸装置を持ち、ターボジェットエンジン1機を胴体を貫く形に装備する設計だった。 主翼、美翼とキャノピーは、ピストンエンジン戦闘機の傑作 P-51。このデザインは、アメリカ空軍の戦闘機械 -86、セイバーの原型である、XP-86 のベースにもなった。試作機の初飛行は1946年9月11日に行われ、生産型30機の配備は1947年10月から始まった。 フューリーの航空母艦への最初の着艦は1948年3月10日、航空母艦、ボクサーにおいて行われた。配属先は VF-5 で航空母艦でのジェット機の運用の道を開き、またジェット機の離艦時におけるカタパルト装備の必要性を印象付けた。フューリーはカタパルトなしでも発艦することができたが、混雑した飛行甲板では実用性は低かった。 また、ジェットエンジンは低速域では極めて効率が悪く燃料も多量に消費する。当然ながら速度ゼロの発艦時にはジェットエンジンの効率は最低となる。ジェット機の運用においてカタパルトなしで発艦するのは非常に危険かつ上昇力は低く、また発艦時には多大な燃料を消費し、航続距離は小さくなり通常任務に適したものではなかった。 当時は音速域付近において衝撃波発生を遅らせる手段としての交代翼は知られておらず FJ-1 も上記の通り P-51 から流用した直線翼を採用していた。しかし P-51 の送流翼は当時としては最新の翼型であり FJ-1 開発当初においてこれより 新型の翼型の採用など思いもよらないことであった。海 -86、海 J-2 において、後退翼が採用されたのは、第二次世界大戦の終了により、ドイツより後退翼の技術の導入があったためである。1940年代は、航空技術が急速に発達した時期で、わずかな差によって決定的な性能の差異が生じることがあり、 その顕著な例の一つである。また主翼には、ダイブブレーキが装備されたため折りたたみには適さず、翼の折りたたみ装置は装備されなかった。その代わり格濃厚スペースを節約するために、頭下げ機構が装備され、前方の FJ-1 の上げたビブの下に頭を入れるような仕組みになっていた。これは旋回させることのできる前輪とともに、本機の特徴であった。 量産型は当初100機の発注を受けたが、主にノースアイランドでの試験に使用する30機に減らされ、また1948年8月から実戦部隊の VF-5A が使用した。VF-51 は1949年5月まで航空母艦、ボクサーで任務に就いたが、その後、階級階からサンパンサーと交代して、段階的に姿を消した。 FJ-1 は1953年にはアメリカ海軍予備部隊からも引退した。その短い配備期間の一つのハイライトは1948年9月の Z 機のためのベンディクストロフィーレースでの VF-51 の優勝だった。VF-51 は7機の FJ-1 でエントリーしカリフォルニア州ロングビーチから飛び立ちオハイオ州 クリーブランドまで飛行した。VF-51 はカリフォルニア州空軍の海 -80、シューティングスター2機を抑え、4位までを独占した。XFJ-1 試作型。3機生作シリアル39,053から 39,055FJ-1 量産型。30機生作 シリアル12342から 12371FJ-1 と FJ-2。ありがとうございます。